ちょっと今日も、まあ、引き続きリモートということで、うん、そうやね、うん、今回も何すんの？ちょっと、前回ちょっとやった、うん、あの、お家の中のもののやつ、うん、まあ、前回っていうかさっきやな1週間ぐらい前にやったやつ。いやいやいや、つい5分前や。引き続きこの9時入ってるから。OK。これでちょっと。どうした？行こう。頼むで、ええの出してみよう。タンスの肥やしアイテム。むずっ。ずっと何も来てないとか、そういうことやな。だからもう、タンスに置いてるけど、眠ったまま。なるほどな。オッケーオッケー。なるほど。じゃあ探してくるわ。うん。よいしょ。なかなか大変やわ。あらへんね。ああな。ああ。これかな。これ覚えてるかな。何それ。俺がよう上着で着てたやつないけどな。うん。この、ロケで一杯着てってさ。うん。このフードがついてるってお前すごいバカにしてさ、そっから俺一回も来てへんねん。それ袖のとこなんか、素材ちゃうの？皮なってんねん、これだけ。ほんま皮がビニールちゃうか。えぜよ！どんな服やねん、ここだけビニールになってるって。それいつぐらいやったっけ、着てた？ 3、4年前や、着てて。3、4年前。めっちゃなんでこんなとこフードついてねんって言いじられてから、一回も来てへん。またこやさなんであそこにフードついてんなそれ。この T シャツかな、この T シャツかな。なそれ。うん、これも一回、お前覚えてへんと思ったけど、一回ロケ行ってめちゃくちゃダサいなって言われてくるな、12番分割みたいになってんの。うん、それ10、なんか12分割になってて、なんかちょっとイギリスっぽいなと思って営業の時のお弁当みたい。それもいじられた、T シャツ。いじられたって、お前がいじったんや。いじりすぎて、お前もう記憶なくなってんねん、一個一個の。高いやつ。結構高く。そんな高くないよ。見たら分かれる、安いやつや、これも。いくらぐらいしたん？お前なんでそんな俺にも質問ばっかりしたか、お前。いや、それ気になるやろ、その、視聴者の人。安いも3000円ぐらいやと思うで。あー、なるほどな。上着は結構したと思うよ、これ。うん。結構これ奮発したよ、ほんま。あー、そう、上着の方は。こっちは1万2000円ぐらいしたかな。安っ。なんで捨てへんの？その着てないのにさ、置いてるわけ。いや、もしかしたらまたこういうのが流行ってくる時代が来るかもしれんやろ。そう、ライダースにフードついたやつ。そうそう。そう、歴史上初めて見たぞ、それ。はや、これえ、すごいピチピチ、すごいピチピチ、え、どういうこと、ちっちゃなった？え、ちっちゃなった？これかな、俺。え、ちょっと待って、背景と同化して首だけ浮いてるみたいになってるけど大丈夫か？俺これマジで、あ、これ多分もう15年ぐらい前に買ったんかな。なんぼしたんそれ？これ多分15、6万したんよ。めっちゃ高いや、なんで聞いひんねん。あのピチピチやってる。 すごい変やねん。で、これ俺の記憶で一回だけ来てんねん。一回成人式の営業に来ていったんや。ほんまにでもそれでしか来てない。な、誰か何か言われたの？その時ももう、はよ脱ぎたって脱ぎたって知らなかった。ダメちゃうすか。なんで、ええやん別に。変やから。何が変やねん。だから、丈も短いねん、やっぱりそのフライトジャケットやから。ちょっと下がってみてよ。歌って。確かに。ピチピチやな、確かに。そうやろ。じゃあ、なんで置いてんの？じゃあ。やっぱりその15、6万してるやん。まあまあな、うん。ほんで、いつかこういうピチピチの革ジャン、腹やるとき来るかなと。ニズさん、ほんまのこと言ってくれ。それ2万円やったやろ？ほんまそれ2万円やったやろ？見たことあるって、俺。あと帽子。
帽子。あ、もういいや。うん。あー、すごい炭鉱夫の人や、すごいこれ。すごいあーめっちゃすごいなんか夜中寝る前なんかネット見てて、ネット見てて、ほんでなんか寝る前でなんか、その辺緩なってるからなんか勝手に舞う傾向にあるやん。ベッド入った、布団入りながら風俗ライターみたいですか。すごいや、これはでもマジで一回も被ってない。何やろ、相方が欲しがりそうなもの。何それ。ああるわ俺。マジで。ちょっとな、これ俺マジでいい？そういうふざけたんじゃなくて。いやもうマジのやつが欲しい。オッケーオッケー。うん。これマジで欲しいと思う。うん。マジのやつみたい。マジのやつ。うん。ちょっとね。これ。うん。知ってる？おい！ちょっと待って。ロボットハッチャンやろ。そうそうそう。あー、ポリスの。そう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 。うん。ロボットあっちゃん懐かしい。懐かしいやろこれ。俺ら世代やん。うん。俺らロボコンじゃなくてロボットあっちゃんやねん。あっちゃんやねんな。そう。わかるわかる。わかるやろ。うん。これ大好きやねん、ロボットあっちゃん。なるほどな。懐かしい。これ集めて。ちょっと待ってよ。ねえ。自分で運転してね、ブーンって走るんですよ。ブーンって。これ。おう、嘘やん、嘘やん、ロボットあっちゃん、俺も、嘘やん、お前、お前持ってんの？持ってる。なんで言うてくれや。いや言うてくれやって、いつ？今？はっちゃん持ってんねって言うてくれや。いつ？だからほんまに、はっちゃん同士で握手しようや、握手しようや、な、はっちゃんで、ほら、うん、すごいやん、あ、持ってたんやん、ほら、ほら、どっちや、お前か。びっくりした、持って、言うてくれや。いつ？俺でもさ、うん、俺、なんかな、ポストもう一個あんねん。ポストあげるわ、今度。あ、マジで？うん。あの、ちょっと、このローラーが一個壊れてるやつがあんねん。あ、ほんま。それあげるわ。ありがとう。いいよいいよ。でもちょっとうんこの匂いするかもしれんけど。なんで、ケツに挟んだ？ちょっと、左手がちょっとうんこの匂いするかもしれんけど、それちょっと渡す。ケツに挟んだ、左手。これちょっと、渡す、ちょっと。でも、それ渡すわ。これ、これね、生にやってきて、焼きソーラーや、焼きソーラー。ほら、ちょっとさ、でも、おう、はっちゃん好きやったら、おう、お前も絶対これ好き。おう、やつ。おう。あ、ギャバンやん。ギャバンじゃん。ギャバン。そんなまっすぐ立ってるわけ。これ俺実際子供の時持ってたんよ。大阪の日本橋に行ってた時あって、そこにあってん。おお。ほんで、あ、俺が持ってたやつやと思ってそこを買ってん。それ確かに欲しいわ。これ。ギャオ見てたよ。うん。俺機械だの好きやな。機械だな。機械だもあんで。うそやん！ほんま。なんやねんお前。うわ、機械だやんけ。めっちゃいいやん。機械だ。あ、めっちゃいいやん。くれや。ええよ。もう一個あるから。マジで？もう一個あるから、あ、今度持っていくわ。マジでめっちゃ嬉しい。ありがとう。うん。だちょっと足の部分、ちょっとうんこ匂いするかわからんけど。もう全然洗うから。ほんま。いや、いいよ。色と一緒なんていうか、あんまよ、わからへんと思うけど。持っていくから。僕に触りすぎ。
もうたっぷりめ。あ、で次うんこ？次うんこ出せんの？